あんたの前に立っているのは大スターよ。名刀祭は世界でも重要なお祭りの一つである。人々は一晩中数えきれないほどの点灯を灯し、そこに希望を託す。生存し続けるには厳しいエリアゼロであろうとも、例外なく人々は点灯を灯して祈る。ユグドラシルをはじめとした様々な慈善家の寄付によって、今年のイベントはかつてないほどの規模で行われ、多くの人を集めた。その中でも最も重要な儀式は、真夜中に巨大な点灯を灯し、人々を祝福することだと言われている。タグ物流スカイタワー社。平日エリアゼロの中で最もせわしない光景はここにある。今夜はこのエリアのあちこちに明かりが灯って、とても賑やかに見える。名刀神祭と呼ばれるお祭りがここで開催されている。名刀神祭の資料は全て読み終えました。私の任務は点灯儀式が始まるまでに荷物が点灯台に到着するようにすること。了解。私は自分の義務を果たすだけです。他のことには口出ししません。
準備万端です。袋の中のネズミです。操作方法はよく覚えてます。目標達成、演習通りです。タグがエリアゼロにこんな場所を設置していたなんて。全てはお客様の要望に応えるためです。プライバシーや安全性をとても気にするお客様がいらっしゃいますので、例えばあなたの上司とか。青鳥、いや、三夜をですか。どうやら通信状態は大丈夫そうですね。今から青鳥で通行券を渡します。これが私の担当する荷物です。ここにはもっと安全な運送ルートがありますよね。無論こっちに専用運送ルートがある。お祭りに参加する人たちを避けることができる。すぐに終わります。どういうことですか。うっかり警報システムを起動してしまった。すぐ止めるから。まずい、こいつらはリモート制御されてる。しばらく繋がらないぞ。ロボットってのは厄介じゃな。おいお嬢さん、壊したものはうちで弁償する。考えてくれ。大丈夫です。今はあれらを排除します。では頼んだ。私は引き続き制御権を奪えるかどうか試してみる。火力保持。すぐに終わります。恐れるほどです。目標達成、演習通りです。進む道、ここにあり。装填中です。袋の中のネズミです。恐れるほどではありません。進む道、ここにあり。装填中です。目標達成、演習通りです。また思い出が増えましたね。この世のすべてには勝負の分かれ目がある。状況は分かりました。ハッキングされたロボットは今再起動しています。ここ以外にも異常なロボットを探知しました。現時点ではハッキング元は不明です。まず周囲を調べましょう。何か手がかりが見つかるかもしれません。ええ、お気をつけください。
すぐに終わります。恐れるほどでない。袋の中のネズミです。目標達成。演習通りです。操作方法はよく覚えてます。どうやらパトロールをしているようですね。基本的な部分までは書き換えられていないみたいだ。しかし我々を侵入者と認識するかもしれない。極力避けて遠回りした方がいいだろう。壊してもいいが修理も大変になる。ほらもう行くぞ、早せ。これで優位に立てます。すぐ。このわっぱらの目は節穴か。わっぱ弱敗をまだ遠い昔の呼び方で、いささか変だとは思わないのですか。ああ上の連中がな。進む道ここにありとか伝統を守るとかで、それがいいんじゃと。何かおかしい。この人たちはわっぱの服を着ているけど全員知らない顔だ。こっちだ。扉もハッキングされたのか。リモートで制御権を回復させるまで待てない。ちょっと時間をくれ。今から手動でやってみる。ええ、慌てなくて構いません。話はそこまでじゃ。装填中です。進む道ここにあり。中のネズミです。恐れるほどではありません。目標達成。かすり傷です。ご心配なく。また思い出が増えましたね。
準備万端です。あの恩知らずどもめ、金のためにわしらを襲うとは。いいえ、私たちを襲った人たちは、この前取り押さえられた住民たちとは雰囲気が全く違います。すれば、はあ、輸送機の制御権も取られたか。装填中です。火力保持。恐れるほどではありません。恐れるほどではありません。目標達成。演習通りです。
操作方法はよく覚えてます。これがあなたの言う近道ですか。タグの無人運搬車へようこそ。しっかり立っておれ。これは人を乗せるために作られたものではないからの。揺れがひどくても我慢せい。これで優位に立てます。装填中です。袋の中のネズミです。恐れるほどではありません。操作方法はよく覚えてます。無人運転の運搬車もなかなか便利なものですね。あなた方乗り慣れているように見えますがね。ルール違反ですよ。これも万が一に備えるためさ。そして今は間違いなくその1の状況だ。火力補充。進む道ここにあり。ご心配なく。勝利確定。計画通りです。この世のすべてには勝負の分かれ目がある。このお二方はニタ様とヤオ様ですね。うわっ、喋った。なんだこの鳥。これはあの責任者の通信装置です。ところでどうしてここに。分析員は。私たちは分析員の指示でこの辺を回ってたんだけど、いきなりタグのロボットに襲われたのさ。こんなことになるって思ってなかった。あのなんとかいう責任者は後でちゃんと保証してもらうからね。それは失礼いたしました。我々の責任です。今正体不明の物資箱の画像を送りました。では確認をお願いしますね。先手必勝。ムキになっちゃってどうすんの。座標も合ってるし、きっとこれだ。奴らは本当に仕事熱心だな。こんなところにまで物資箱が置いてあるとは。この箱に危ないものとかは入れてないよね。たたくパーツ。豪快な娘じゃ。気に入ったぞ。出勤記録つけておいて。わあ、マジか。他に誰かいないの。すぐに終わります。恐れる。装填中です。これで優位に立てます。油断禁物です。
給が来たよ。何？ここを押すの？今、戦場は私の手のひらの上です。輸送機に逃げられるよ。よかった。やっとあの乗り心地の悪い船から解放された。こっちも通れるぞ。勝てないの？そんなにすごいの？時は来た。破壊し、また始めるんだ。ムキになっちゃってどうすんの？わあ、マジか。他に誰かいないの？今、戦場は私の手のひらの上です。早くしてよね。残業したくないから。すみません。空の断層を散らかすな。出勤記録。誰が相手でも。先手必勝。今戦場は私の手のひらの上です。これからも頑張るからね。契約が変わらない限りは。この世のすべてには勝負の分かれ目があります。私は出勤記録つけておいて。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。今すぐぶっ。わあ、マジか。他に誰かいないの？私はね、出勤記録つけておいて。補給が来たよ。計算通り。補給準備。ここは終わった。聞いてるの？何？ここを押すの？さっきから少し気になっているのですが、ここ店はいろいろありますが、必ずしも生存に必要なものを売っているわけでもないようですね。私にとっては全部生存に必要なものだけどな。火鍋屋やスパサロンもですか？あ、先ほど人が集まって一緒にお茶を飲んでいるところも見ました。タグの物資はそこまで豊かなのですか？私が説明いたしましょう。エリアゼロの人の多くはスカイタワーで生活していて、彼らには娯楽も仕事も必要なのです。ユグドラシル社の立場上、やはりここにはある程度の秩序が必要でしょう。そして我々にとってもとにかくお互いに有利なことです。わあ、マジか。他に誰かいないの？
ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。装填中です。早く来てよね。残業したくないから。すみませんね、仕事なもんで。今、戦場は私の手のひらの上です。恐れるほどではありません。わあ、支援要請をゼリー。順調に進んでる。定時退社できそうだ。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。なんか命知らずのバーカばっかりだな。
この世のすべてには勝負の分かれ目がある。契約書に内容を追加できますか？その必要はない。自分の領地でかような騒ぎが起こった今、放っておくわけにもいかんじゃろう。民衆の救助が最優先の現状、他は私が解決します。ここで何をしているのですか？名刀震災の入場ルールの一つ、来た者全員客である。待て、そこのロボット暴走している。気をつけろ。無気になっちゃって、今すぐぶっ飛ばしてやる。何？ここを押すの？ありがとう。君にタイタンの加護があらんことは。この後に及んでまだそんなことを言うのか。もういい、わしらは忙しいんじゃ。ごめんなさい、ごめんなさい。同胞たちのロボットに襲われているんだ。お願い、私を。いいえ、彼らを助けてください。行きましょう。新記録つけておいて。補給が来たよ。無気になっちゃってどうすん。今すぐぶっ飛ばしてやる。誰が相手でも先手必勝。今、戦場は私の手のひらの上です。恐れるほどではありません。私はね、そうが荒いんだよ。出勤記録つけておいて。これからも頑張るからね。契約が変わらない限りは。この世のすべてには勝負の分かれ目があります。ありがとう。あのロボットたちが狂ったようにいきなり襲いかかってきたんだ。仲間たちがまだ囲まれている。できればその声が聞こえたぞ。あっちじゃ。ありがとう。仲間たちのことも頼む。
ブドラシルのやつやるな。だが感謝など言うわけないだろ。大したことではありません。陰気臭い顔してるぞ。気持ちはわかるが人命には変えられん。とりあえず昔の恨みは脇に置いてくれんか。装填中です。スタンバイ、火力保持。心強いです。変異者まで現れるとは。一体何を企んでいるのですか。進む道ここにあり。恐れるほどではありません。勝利確定。計画通りです。この世のすべてには勝負の分かれ目があります。今日は普段なら絶対行かない道を全部回った気がしますね。揺れすぎ。修行が足りんようじゃのう。その中のネズミです。すぐに終わります。恐れるほどではありません。スタンバイ、火力保持。恐れるほどではありません。
標達成。演習通りです。恐れるほどではありません。よかった。この辺りの人はもう避難したようですね。何もかも片がついたら茶でも一杯飲みに来ようと思ったが、こうも無人ではな。ほら、集中しろ。また思い出が増えましたね。この世のすべてには勝負の分かれ目があります。油断器、袋の中のネズミです。恐れるほどではありません。装填中です。目標達成。演習通りです。変異者が増えています。良い兆しではないようですね。スタンバイ、火力保持。恐れるほどではありません。操作方法はよく覚えてます。あの女だ。依頼人は生死問わず、とりあえずここで止めろと言っていた。よし。私を止めるつもりですか？なら止めてみなさい。スタンバイ、火力保持。進む道、ここにあり。かすり傷です。目標達成。演習。勝利確定。計画通りです。
この世のすべてには勝負の分かれ目があります。これはタイタン。そんな、ジェハオ、シェンカル、誰も近づけないように入り口をしっかり見張っていてください。進む道、ここにあり。かすり傷です。ご心配なく。装填中です。
どきなさい。逃がしませんよ。急ぎ払いました。装填中です。縛られるがいい。装填中です。縛られるがいい。装填中です。雷が大地を震わせ、邪悪なる者を排除する。聖セール天、星が映り、万物に祝福あり。
私には聞こえた。呼ぶ声。呼吸が来たよ。我が怒りを思い知る。この私があんたの後に出るの。まだまだやれるわ。気を抜いただけ。今変えてるわよ。もらおうと思って私を傷つけるなんて無理な話よ。今変えてるわよ。探せ、私が変わる。我が怒りを思い知る。今さら私に出てもらおうと思ったの？私があんたの後に出るなんて。もう覚えてなさい。支援要請のジュリー。めんどくさい。慌てる必要はない。やれ。
すぐに袋の中のネズミです。今さら私に出てスロー再生。戦場は私の手のひらの上です。スロー再生。この私、これは私を怒らせた罰。私を傷つけるなんて無理な話よ。今変えてるわよ。もうダメなの？計算通り。呼吸準備。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。クイーンに比例しなさい。私が救う必要があるの。スロー再生。今変えてるわよ。私の手のひらの上です。私が救う必要があるの。今さら私に出てもらう。スロー再生。計算通り。呼吸準備。あたしを傷つけるなんて無理な話よ。今変えてるわよ。スロー再生。私が救う。近づかないで。今さら私に出てもらおうと思って。計算通り。呼吸準備。今戦場は私の手のひらの上。進む道ここにあり。この私があんたの後に出るなんて、今回は許してあげるわ。実戦を下ろ
よそかにしたせいか。計算通り呼吸。今さら私に出てもらおうと思ったの？今変えてるわよ。スロー再生。準備。100点をつけてちょうだい。
輝きをまとう私、まさにヒロインって感じでしょ。あら、脇役の登場ね。下がって、私が代わる。補給は回収した。あたしの番、活目なさい。今さら、あたしに出てもらおうと。役立たずが。クイーンにひれ伏しなさい。今変えてるわよ。あら、脇役の登場ね。あんたたちの出番は終わりよ。役立たずが。目標達成、当然の結果よ。スタンバイ、火力補充、すぐに終わります。役立たずが。今さら私を傷つけるなんて無理な話よ。さっきのパフォーマンス見たでしょ。出番は終わりよ。今変えてるわよ。今、戦場は私。スタンバイ、火力保持。あんたたちの出番は終わりよ。下がって、私が代わる。予備は十分にある。計算通り、今戦場は私の手のひらの上です。今さら私に出てもらおうと思ったの？クイーンにひれ伏しなさい。出番は終わりよ。計算通り、補給準備。止められないなら私に任せて。目標の排除を確認。今さら私に出てもらおうと思ったの？今変えてるわよ。目標達成、当然の結果よ。今、袋の中のネズミです。計算通り、雪子さん。
帰る場所。戦場は私の手のひらの上です。スタンバイ、火力保持。進む道、ここにあり。止められないなら私に計算通り。補給準備。我が怒りを思い知れ。目標の排除を確認。今さら私に出て役立たずが。まだまだやれるわ。止められないなら我が怒りを思い知れ。また出るだろうからよく。この私があんたの後に出るなんて。今回は許してあげるわ。計算通り。補給準備。今変えて。下がって。私が変わる。この私があんたの後に出るなんて。今回は許してあげるわ。今スタンバイ、火力保持。止められないなら私に任せて。計算通り。補給準備。下がって。私が変わる。目標の排除を確認。今さら役立たずが。下がって。私が変わる。計算通り。補給準備。この私が私を傷つけるなんて無理な話よ。今変えてるわよ。あんたたちの出番は終わりよ。計算通り。補給準備。達成。当然の結果よ。袋の中のネズミです。止められないなら私に任せて。役立たずが。想定。止められないなら私に任せて。目標の排除を確認。私を傷つけるなんて無理な話よ。
クイーンにフィレしなさい。あんたたちの出番は終わりよ。計算通り、呼吸準備。役立たずが。今、戦場は私の手のひらの上で。スタンバイ、火力保持。役立たずが。止められないなら私に任せ。目標達成、指示を待つ。ご安心を。私はもう二度と記憶に惑わされません。狩りが始まる。あたしの番、刮目なさい。役立たずが。下がって、私が代わる。目標の配置確認。私があんたの後に出るなんて。今回は許してある。目標達成、当然の結果よ。約束通り100点をつけてちょうだい。こういう時は手が早いのね。